私が記事師になったのは、自然の流れっていうかね、じいさんの代からやってますので、親父私とね自然にうちの仕事を継ぎました。漆器にっていうものに関してなんですけど、キウイ私たちが使ってるのは木なので自然のものですよね。これは決して逆らってはいけないというか、木がもうこのぐらいになったら俺は暴れないよともういう頃まで置いてあげないといけないし、また削る時もですね無理やり削るんではなくて一個一個やっぱりね特徴があるんですね木は。それを聞きながら声を聞きながらこう刃物が出てくっていうのが、それで作ったものっていうのは本当になんていうのか我々作り手の思いがこもったものなので、私勝手なこと言わせてもらいますけど工業製品と全く別な次元のものだと思うし、使ってくださった方には、ね、それが伝わると信じて仕事をしています。例えば素材になる木の質、樹木によってその木の特徴が違いますので、それに合わせて工程っていうのは変えてるんですが、例えば木の取り方で銅管がこう通ってるかこう横に通ってるか縦に通ってるかによってそのお椀が弱くなるところがありますので、その時にそこに補強を足すとかなんで、そのものによってだいぶ工程っていうのは変わってきます。まず仕上がりの綺麗さというのがすごい好きなんですが、作ってる時としては今日晴れていて明日雨が降ったっていうだけで漆の質というか固まり方が違うんで、そういった難しさがあります。毎日違う状況を見極めながらやって、で結果がどうなるかっていうのは実際固まってみないとわからないっていうところがあって、それを予想しながら毎日そればっかり考えてやってるっていうのが楽しいです。牛は育てればいくらでも育って樹液としては取れる素材ですので、地球環境も汚さない、そういった意味ではどんどん使ってもこれからは時代に合ってるじゃないでしょうか。仕事がなくなった時に、ある問屋さんからも漆器じゃなくて別な塗り物作ったら、手書きじゃなくてスクリーンで印刷したらっていう仕事も声もかかりましたけども、でもそれをやってたらやっぱり先生も裏切ること、私が弟子にいた先生のことも裏切ることだし、それはやっぱりならぬことはならぬっていう、意地でもやっぱりこの仕事は続けたいし、もういい、これしかできないしね。会津は昔からその師弟教育っていうのが侍の教えですね、侍の子供たちに。でやってはしてはならないことはやってはダメだよっていう教えが小さい時からあって、で今の小学生にでも、その教えはちゃんと書いて教えてるんです。会津人の心の中には残ってることだと思うので、そうですね、仕事の面にしてもそうだと思います。